歌舞伎町の女の子のカバンの中身を見ていきたいと思います。ここで暮らしてた一回でもここにいたら時間の問題というかね。学校行ってる？先週やめてやることなくなったから歌舞伎で付き合ったことなくて初めての相手だった。こんにちは、セリノリナです。急に私が出てきて驚いてる方もいるかもしれませんが、本日はブーチャンネルのカメラマンユータに呼ばれて来ました。ありがとうございます。いや、きっと困惑してる方もね多いと思うんで、はい、あのちょっとすいません、お邪魔します。今日は歌舞伎町の女の子のカバンの中身を見ていきたいと思います。はい、それでは17歳トー横キッズのカバンの中身を見ていきたいと思います。初めてね、トー横キッズに会ったの。え、嬉しい。初めて。あ、美味しいよねこれ。私もよく飲む。今朝買ったばっか。今朝買ったばっか。これ。これ何？ポーチ。なんか、お泊まりグッズみたいな。それが、充電とかするの。みんな言うから。みんな言うから。そう、タイプ C とかも両方持ってて。優しい。なんかもうこの時点でもう暮らせるぐらいのさ荷物が。暮らせる。ね。そこで暮らしてた一回。マジ17歳、すごい。あーとか、ストロー、マイストロー。マイストロー、え、どういうこと。いや、普通にコンビニで飲み物買ってそこにぶっ刺して飲む。あー、あー、まあ、昨日まで元担当のチェキでした。チェキ入れるやつ。昨日まで元担当のチェキ入れるチェキ。え、元担当はホスト。いや、レンコン。レンコン。あ、でもチェキってそうだよね、うん。どうしちゃったの昨日までの元担当は。辞めたから卒業しようってことで。卒業されたんだ。そうだ、それで新しく担当を作ってその担当に燃やしてもらった。燃やしてもらった？え？なんかそういう成仏しなきゃいけない何かがいや、なんか普通にもう辞めたし。そう、辞めたし、あいつ嫌いだったし、儀式的な嫌いだったんだ。そう、今17歳なわけじゃないですか、はい、どのぐらい面婚行ってるの。8月の下旬ぐらいから初回行き始めてって感じなんです。え、今年の。今年です。今年の8月から。月1か2ぐらい。どのぐらいお金使ってるの。元担当の方は初回で1万使って、その後はもうそういうのはそんな高額な方は使わないようにしてて、うん、何千かとかで収めてて。お金どうしてるの。バイトしてます。普通に、うん、普通に飲食。ああ、でも確かに飲食のバイトでも何千とかだったら通えるよね。はい。お姉さんなんでここにいるの。前さ、さっきここら辺で寝てたって言ったじゃん、はい、暮らしてたって。家で。その時は家ででした。で、今は帰ってます。すごい。それなんかおまわりさんとかに保存されないの。意外と向こうに、セブンの方にいたからバレなくて。バレないんだ。え、セブンの方にいたらバレないの。バレなかった意外と。こっちしか見ない、向こうに。そうなの。そう、警察ってこの、こっちの、こっちはあんま見ないの。見ないの。すごい世界ですね。ちょっとごめんなさい、失礼な質問なんですけど、そのカバンにヘルプマークつけてるの、ね、何かご病気でもあるんですか。知的障害とか記憶障害あったりで、それでつけてはいる感じ。それお母さん余計心配しないの。いやー、もうお母さんも受け止めきれてないから、特にそういうのは干渉してこないかな。すごいね、17歳でさ、こんな都会でね。なんだかんだ生きていけてる。生きていけてるでしょ、なんだか。ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあ早速カバンの中身見ても大丈夫ですか。何歳ですか。16歳なの。めっちゃ、そうなの。16歳、すごい。ちょうど、ちょうど半分。はい、というわけで、じゃあカバンの中身見てもいい。はい、これは何だ。パスモ、鍵、いつかのマスク。いつかのマスク、わかるよです。あ、これだけ。え、少ない。ちなみに正直とか見てもいいですか。開けてもらって。16歳、お仕事何してるの。バイト。何のバイト。最近やってる単発の。ああ、単発の。1日だけなんかアプリで。アプリ。あ、普通のバイトだよね。普通のバイト。あ、嫌な予感がしました。みたいなのは仕事。ないです。
ないです。ないよね。あ、よかったよかった。お金は3000円と小銭。なんか普通でよかったね。え、確かに。え、ホストとかメンコンとかは行かない？行ったことない。行ったことない？すごい。そういう人もこういうところにいるんだね。興味もない？ちょっとメンコンは興味ある。あ、ちょっとあるんだでもここにいたらもう時間の問題っていうかねさっきのお姉さんに聞いたんだけど数千円で遊べるらしいからありがとう。ございます。すごい。なんか売ってるんですか？お店みたいな感じになってます。自分たちで美味しいコーヒーを。え、すごい。どれぐらいの期間ここにいるんですか？家に帰ってきました。うんうん。5年前から。すごい情報量が情報量。こっちは音楽かかってるし、こっちは釣りしてますよ。え、全部お友達なんですか、みんな？あんたが住んでたけど、馴染みやすい。馴染みやすい。え、でもなんか東横すごいですね。初めて来たんですけど、めっちゃほっこり。ありがとうございます。じゃあ、16歳のカバンの中身を。え、何が入ってんの？怖い。お財布。お、渋いタバコ吸ってるね。なんかあの可愛いやつじゃないの？女の子が吸うさ、2mm、1mm の細いやつ。男の影響ですか、それは？いや、そうでしょ。そうなんだ、そうなんだ。だって女の子はこれ吸おうと思う。全部落ちちゃった。確かに。しかも16歳ですよね。うん。なんか男性が吸うタバコって感じじゃない？ おじさんが。おじさんです。え、おじさんなの？その男の子は。え、22歳。はい。失礼しました。歌舞伎町で何してるの？いつもはどこでしてんの？新宿か渋谷か池袋か。え、それあの今流行りのその立ってるやつ？ただツイッター。あ、ではないんだ。あの黒髪のお姉さんはおいくつですか？16歳。二人とも一緒だ。いつからやってるの？え、でも先週。え、コンカフェ辞めちゃって先週に。先週？え、最近の話それ？もうレジェンドな感じなのかと思ったよね。慣れてやってんのかと。じゃあそのツイッターのツイッターで集客をして、その〇はもうこの数日？いや、その日か次の日。次の日、辞めた次の日。男の人は16歳で知ってんの？知らない。えー、だから友達の身分証を借りて写真でそれをなんか疑われたらそれ見して。すごい準備バッチリだね。初めての時ってやっぱ怖いとかそういう恐怖心とかっていうのはありました？不安な気持ち。ちょっとだけ。でも会う数秒前まで友達と一緒にいるみたいな感じだから怖い。ご飯だけもあるし、でも大人はしない。口まで。口って何？なんだろう。あ、それもあるんだ。お前やらせろってならない？なるけど、いや無理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 って言って。でも怖いよね、その2人きりなわけじゃん、大人と。なんか消毒液を持参してる時もある。消毒液を持参？スプレーの。何かあった時に顔にかけて逃げる。すごい。お家には帰ってないの？帰ってます、私は。一応学校も行ってます。高校？高校。学校行ってる？まあ、先週辞めて。おえ、家でしてる？いや、家でじゃない。普通に先週辞めてやることなくなったから歌舞伎で暇つぶしてる。コンカフェ辞めた次の日ぐらいからすごいね、行動力。はい、じゃあカバンの中身見せてください。すごい。やばいやばい、恥ずかしすぎるんだけど。これは何？これはペンライキンブレです。あ、これはこれでこうなるってこと？だからちっちゃいカバンだから、カバンに入れるために折ってるってこと？そう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 。あ、なるほど。そういうこと。何してたんですか今まで？今メンチカのライブ。メンチカのライブ終わりでだったけど、男性と一緒に出てきたじゃないですか。物販？最後チェキ取る。うんうん。一番最後までいて、多分なんか帰り道があっちなのかな。え、じゃその押してたメンチカ君と一緒に出てきたの？まあ送り締めみたいな。え、そんなことできるの？いや、わかんないけど、それはわかんないけど。ってことは、なんすか、一番お金使ったってことですか？そうなります。え、いくらぐらい今日は？え、今日6万ぐらい。6万？何に使う？チェキとか写真？あ、チェキじゃなくて携帯の写真でも。何枚撮ったの？60。すごい。
みに6万というのは高いか安いか。イベントごとじゃなかったら高いんじゃないかな。イベントごとだったら安い。例えばクリスマスとか。あ、クリスマスとかの方がやっぱりあのお金はかかっちゃう。そうそう、みんな使いたいから、みんなどれだけ取るか。その推してる人をさ、他にも推してる子たちはいっぱいいるわけでしょ。かぶり的な、うん、それの子たちとはなんか戦うってこと？いや、戦うね、全然そんなフレンドリー全然ダメなの。へえ、すごい、メーコンの世界。私も恥ずかしいありがとうございます。はい、じゃあカバンの中身見せてください。え、今おいくつですか？20歳。これはメイク、メイク道具、メイクポーチ、財布。え？あと、薬？え？え？あとなんかメイク。え？ありがとう。あ、もう大丈夫だよ、カバン。これぐらいです。はい、じゃあ一番気になったところ行きましょうか。キラーン。これいくら入ったの？70万ぐらい。今から使うの？あ、入金とちょっとだけ。入金とちょっと？これ大事、危ない。ここに出してもらっちゃったけど。ホスト？ホストいる？75万。本当にこの75万は今日で全部消えるんですか？あ、多分ほぼほぼ消える。あ、さっきの待ち合わせした方がホストで、あ、そうです。その方に使うやつ。あ、そうです。結構長いの？もうその方とは2年ぐらい。あ、もう長い。お仕事何してるの？ちょっとでもこんなに稼げるの？いや、いや、そんな出稼ぎで。な、1ヶ月とか1週間ぐらい？いや、1週間はない、10日とか。え、でもすごくない？10日でこんなの何で5万も。え、ってことは月どれぐらい使う？100万から使って、最高600円。すごい、マジで。え、あの人は完全に他の人もいかず、いない1本で。え、すごい。何がきっかけでその18歳の時にあの人とは出会ったの？初回で。普通に？はい。え、でも初回は何個も行ってたの？いや、3つ目ぐらいで。すごくない？それって人生で3回目ぐらいの初回だから、まだ1回目2回目はそんなにって感じだった。そうです。そもそもホスト行くきっかけになったのか？友達に初回誘われてた。何が決め手だったの？この今の2年続いてる担当さんは。え、優しいです。顔がめっちゃタイプとかじゃないの？全然男性経験もないんです。え、今男性経験があんまないって言ったけど、ホスト行く前まであまりお付き合いとか？付き合ったことなくて。すごい。初めての相手は誰？すごい。え、ロマンチックって思った。私は違うちなみにその担当さんに言われて始めたってわけでは？全然違います、勝手に。自分から勝手に育ちました。でもすごい。ごめんね、ありがとう。じゃあカバンの中身見せてください。プリクラと。プリクラ。え、今何やってたんですか？ご飯食べてました。友達と。あ、男の子。はい。あ、何の人？ホストです。ホストとご飯食べて。あ、でもお国にもなってない、ただの普通の、別に指名もしてない人ってこと？そうです。とご飯行ったの？おごってもらったの？おごってもらいました。ラッキ ー。ご飯行ったらさ、この後お店来てよみたいにならなかったの？あ、今日お仕事あるからちょっと一つ。ああ、別に指名する気はないんだ。ちょっとないですよ。グルイっていうわけではない。うん、でも初回には結構行きました、こっち来てから。あ、最近こっちに来たんですか？今月来ました。どこから？長崎から。長崎から東京に来たの？はい。え、就職とかなんか？就職できたんですけど、うん、その仕事が合わなくて違う仕事してます。夜系？夜系です。で、ホストは初回だけで、何人かはこう指名してます。あ、そうなんだ。え、もうこの人が一押しみたいな人はいないの？別に。コースにいます。朝？2分2分にいます。ありがとう。はい。はい、というわけでカバンの中身見せてください。すごい、はい、なんか衣装みたいな、コンカフェ嬢なのかと思いました。全然違います。違うんですね。化粧ポーチ。化粧ポーチやつ。ジップロックあるあるだよね。そうなんですよね。封筒何？封筒お金ですね、これは。お金封筒。お金、え、なんでこのお財布と別なの？これは、恥ずかしいの。やめてください、そんな。
おろしてきたの？いや、お家にあったんで入れてきちゃって。今何してたんですか？メンコン見に行ってました。コンカフェっていうのはメンコンじゃなくて、メンコン見に行ってました。勉強初めて行ったの？あ、そうです。初めての今？初めてだからまだわかんなかった。ハマらなさそう？ハマらなさそう。それはやっぱ周りの子が行ってるから行ってみようって思ったの？ホストは怖いんで、ここに行ったんですけど、友達と話してる感覚です。でもホストに行ってみたいという願望はあるんですか？ないです。ないの？怖いって言ってたもんね、だって。お仕事は今何してるんですか？夜キャバクラで働いてます。キャバクラ？はい、埼玉県の方で働いてます。あ、埼玉でキャバクラやってて、どんなもんかと、歌舞伎町のメンコンは。え、今おいくつでしたっけ？21でしょ。これからね、いろんな楽しいことが。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、私あの意外となんか初めてトー横キッズとかとかの子たちと交わったんですよ。普通に歌舞伎町にはそういう人たちが稀にいるんじゃなくてめっちゃいるんですね。ほんとちょろっとね、1時間ぐらい街に出ただけでいろんな方がいるんですね。いやでもあの子すごかった。あの男性経験があんまりなくて、担当さんが初めての相手で、はい、夜のお仕事を始めての子、はい、あとあの16歳の子を救いたいですね。あのコンカフェ辞めて今してる。はい、というわけで以上、歌舞伎町の女子のカバンの中身を見てみたインタビューでした。ありがとうございました。